それでは4日目をスタートします。1分間のシンキングタイムの後、名前と金額を書いて私にください、うん、はい。どこだな、難しいな、これちょっとここ今難しいな。これが今第4ターン第4ターンです。第4ターン10までですよね。はい、うん、ちょっとお金を使うか、ちょっと難しいところですよね。難しいところです。ありがとうございます。はい、僕もこれで、わ、早いな、早い、早いですね。ちょっと待ってください、ちょっと待って、はい、ちょっとごめんね。もうこのターンは決めました。おー、次も僕も次まで書いてます、ね、はい、次も決めました。もうちょっと待って、ちょっと待って、あ、なかなかでもあれですね、あの誰かが持ってるのに被らないですね。1回だけですね。確かに、確かにそうですね今自分の持ってる選手を買おうとしてたそれおもろいねそういうのパニックバイって言うんですよ。パニックバイ、パニックバイですねこれ、ええ、あれこいつ意外と安いやんけと思ったら、じゃあ俺もそんなそれ買ってどないすんねお、あ、わかりました、わかりました。おかみさん、はい、時間ですよ。すいませんこれとヒルちゃんまでしかわかんない、ほんとですね。いやちょっとほんまごめんなさい、ほんまごめんなさい、ほんまごめんなさい。ひらちゃん金儲かったじゃん、さっき。そうですね、ちょっとここで行きますか。来た来た、はい、よし。ほんと違うじゃないですかえ、何が何が何が口で言ってることとなんか筆の動きが違うようにあ、でも結構行きましたよ今回は、はい成功かもまだ言わない。いや確かにね、でもこれちょっとお金だよな、お金やな。あ、でもまあこの辺はいやめちゃ笑ってる、自分受けしてる、自分受けしてる自分受けしてるさあ、それでは各クラブがオファーした選手を発表します、うん、まずは下田さん、ヌルフィア、ヌルフィア、ヌルフィア、本田選手、お、300、失敗してます350万マコ、お、取りに来た、真摯に。そうか、はい、さっき失敗したもんね。そうです、なるほどなるほど。平田さん100万とか言ってませんでしたっけ、はい、だいぶ舐め腐ったどうもすいませんでしたでは続いて倉敷さん、はい、FC クラッキー、はい、長友選手、長友も、はい、欲しいですよね。欲しいです。僕サイドバックもあリストの売りに出しちゃう。お金持ってあるんですか、持っといた、え、いくら出したの500万マコ。いやじゃあ違うね、長友で貯めて、なるほど、第3ターンで暮らしちゃったら商売上手やな商売上手やな、俺商売下手くそやわではそんな平畑さん、はい、ディバラ選手、お、来た、お、来た、みんな有名やないですか。あ、でも確かに、でも確かに、ね、そういうことか。いや、そういうことじゃないですけど、ディバラ欲しいんです、うん、いや欲しいよね、はい、ディバラ選手、いくら出すか難しいよね、ディバラって、はい、ディバラって適正いくら、3000です。3000か、2800万マコ、あ、それ買えそう、買えそう、買えそう、いけそうですか、お上手。ディバラ金、あ、そう、ディバラお金ついてくるよ、それ。あ、いいの聞いたよいや僕ディバラね欲しい選手で入れてたんでね、ちょっと残念。あ、でも平田さんから買えばいいのか。まあそうですね、 それもありです、ね、あ、待って、よっしゃ、儲かる、儲かる、ちょっと待って、はい、あ、そっか、それもありです。あ、ここでターンっていうのもありですよね。でも平田さんの聞いちゃったからでもいいんですか。あ、平田さん2800万、800、じゃあ番組的に来た、ちょっと待った、おー、ちょっと来たぞ、はい、でもそんなん金持ってる方が強いに決まってんじゃんこれはこれはあかんやろ、金持ち。え、でこれで俺負けたら、はい、買えないわけでしょ。買えないじゃないですか。でもこのターンでは誰も買えないってことですか。うわ、アホなんす、そんなアホなんじゃあ貼っていきましょう。もうあんまお金使いたくないんですけどちょっと面白いですね。もうこれぐらい、もうちもこれぐらいしか出せまへんわ、もう、はい、なんぼなんでも、あ、お金持ち、こっちもこんだけしか出せまへんわ、もうもう勘弁しておくんな、でもほんまに。では、はい、交渉金額、はい、お互いに3500万箱ということで。じゃあもう一回ですね、なんだ、はい、来た、もう一度という展開に。もう一回ですね、なんで3500、12千円買ったやろ、あ、僕もなんで3512千円買ったやろ、それは
うわー、しこったー、しこったな今。もう一度ですね、面白すぎる。もう出せまへんで、うち、はいはい、もう、はい、うちも、もう、もうこれ以上無理や、もうこれ以上無理や、もう会社潰れる、会社潰れる。これ被ったら思うよ、会社潰れる。競合、競合。会社潰れる。では、はい、これどっちから言った方が面白いですか。こっちから行きます。はい、倉敷さん、はい、3,610万マコ。平田さんのこのリアクションが気になります。そして平田さん、3,750万マコ。おめでとうございます。もう潰れる、もうでも無理した、今無理した、今無理した、無理しすぎや。いや今の良かったんかな、良かったんかな。でも買い取り成功ということで。お金使わないですね。成功ですね。そうやね、だから、はい、お金釣り上げられて高いの買わされてるわけよ、はい、結局。スポンサーついてくるから。そう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 ですよ、はい、ちょっとさっき払うわね。はい、3,700。じゃあイラータさんから。もうお金使ったな。結構使ったね。使いましたよもう、ね、はい、まあ赤いの1枚しかない。大丈夫ひるちゃん、さっき赤いの1枚もなかったから。じゃあこれで3,750万です。はい、すいません、ありがとうございます。マコとつけてください。あ、3,750万マコです。はい、ありがとうございます。ぴったりいただきました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、お、ではディバラ選手のスポンサー料の、あ、お願いします。それも来るよ。結構これは結構高いと思う。高いと思いますよ。いきます。はい、500万マコ。あ、意外と少ない。意外と少なかったですね。ちょっと設定おかしない。設定おかしない、これディバラやで。ディバラやで、知ってる。ディバラ、私でも知ってますけど。でも平田さん、まだこれがありますよ。ああ、そうか。チャレンジして増やしてしまうという手も。そうです、こちら強制イベント。なんで強制なの。なんで強制なの。なんでディバラ。いや、でも上がるかもしれないでしょ、これ。そうですよ。そうです、爆上げ。あ、爆上げですよ。爆上げの可能性あるの。はい、いい意味の強制です。はい、いい意味の。あ、ちょっと入っとる、入っとる、入っとる。いや、爆上げしたらちょっと困るな。はい、爆上げ来いや、これ。でれん。4番。四番。B の4。爆上げ来い。B の4。B の4。来い。それでもほんまにそうやってるって終わるとき、あ、なんか悪いのばっかしてんじゃん。してないですよ。しっかりした表でちゃんと確認してます。そうですね、かなり細かい表ですね。今口元がなんかちょっと気になりましたね。何もない。あ、何もない。何もないそうです。そんなんあんの。プラマイゼロ。それもあるんですね。そんなんもあんの、本当に。でもあれですよ、あの悪いこともなかったですよ、ね。あ、まあまあ、はい、よかったですよかったです。20分の2だそうです。20分の2を引いた。あ、そう、なかなかですね。なかなか足いいことありますよ。いやいや、ちょっと嫌ですよ、はい、でも何にもないってリアクション一番取りにくい。確かにね、芸人さんとしたらもうリアクションしんどいですよ。芸人殺しですよ。今ら B の75ということで。あ、でも取りました、取りました。はい、選手取りました、ね、ありがとうございます。それでもレベル高いの取ってるな、すごいな、本田さんは。では、戻って下田さんいきます。はい、本田。本田選手、オファー、はい、成功です、ね、そうですね、はい、はい、あとは、ね、そしてですね、あ、問題ここからですから、うん、で、これは強制ではないの。こちらは強制じゃないです。え、でも本田なんでやります。お、はい、350だっけ。はい、350です。まず支払いを。ありがとうございます。ご確認ください。はい、はい、こちらさせていただきます。123、123、45、はい、ちょうどいただきます。では本田さんお願いします。お願いします。ででーん、ジャビーン。こうか、これですよね。はい、 B の8。そうですね、はい、B の8。これ分かりにくい。今俺と倉石さん同時に老眼でしたね、これ。B と8って分かんないですよね。こうだから、はい、めっちゃ分かんないですよね。 B の8です。本当、いきます。もしかして失意の。いきます。はい、どうぞ。お風呂場で転び負傷-5。おー、まい、最悪や。本田選手滑っちゃったみたいです。はい、いいです。お風呂場 で、はい、大丈夫です。タイルやったんかな。 B の40ということで、ね、はい、はい、
ですが、ですがスポンサー料の方を いきたいと思います。そうだそれがあるやん。本田選手のスポンサー料は4000万マコ。すごい。お金持ちです。ありがとうございます。お金持ち、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます、はい、結構来ましたね。ジャパンマネーでございました。ジャパンマネーさすがです。はい、アルゼンチンマネーなかったね。アルゼンチンペソですからね。かでは続いて倉敷さんいきます。はい、はい、中友選手、はい、オファー成功です。ありがとうございます。450でしたっけね、僕書いたのって。500ですね。500ですね、はい、はい、了解です。ではお願いいたします。ありがとうございます、はい、いただきます。買わせていただきました。いや、いい選手来たな。こちら長友選手、回しますか。回します。お、はい、お願いいたします。長友のインテリースター。あ、これ同じの出ました。あ、 B の8だ。お、同じだね。風呂で転んだやつ。え、でも選手違うでしょ。あ、そっか。いや、同じかも。同じの出ることあるんだ。珍しいですね。あ、でもお風呂場で転んだみたいです。はい、転びました。あ、ごめんなさい。同じの出るんだ。だからあれじゃないですか、仲良しやから一緒に風呂入ってたんちゃう。入ってた。一緒に入ってたんだ。そういうこと。一緒にこけたんちゃう。なるほど。それはなんか逆にちょっとスキャンダルな匂いがしますね。スキャンダルな匂いがしますね。ですが、はい、うん、あ、それや、そこや。長友選手のスポンサー料発表します。3000万マコ。ありがとうございます。やっぱりこれやっぱりちょっと日本人攻撃か。ありがとうございます。いただきます。ジャパンマネー。ジャパンマネー、ありがとうございます。いいですね。僕メッシ買えるかも。買えますよ。はい、お、長友選手は C の50になりました。 C の50。はい、うん、さあ、それではこの時点で、ね、皆様移籍リストに入れたいメンバーはいますか。僕は大丈夫です。はい、僕はですね、はい、ペータークラウチを入れます、移籍リストに。クラウチ、はい、倉敷さん、クラウチなんかいたの選手チームに。はい、おったんです。そしてこの移籍リストの中から買いたい選手はいらっしゃいますか。うん、いないですよ、ね、僕いないですか。僕もないですね。いないですよ。さて、では、うん、あ、そうだ、こちらですね、うん、この移籍リストに一番最初に皆さんが名を挙げた、はいはいはい、トーレスさん、フォスターさん、リベリーさん、ソーサ、はい、カイト、はい、5選手がですね、このターンで、はい、うん、売り払うっていうんですか。売るか、そのまま自分のチームに残留させるかを決めるタイミングとなりますので、はい、そちらを、これは口頭で言いますか。僕から言いますか。はい、お願いします。じゃあ僕のそのトーレスさんとフォスターさんは売ります。はい、お、売りますということで、はい、最低移籍金がトーレス選手は140万。うん、安い。そしてフォスター選手は310万。うん、まあ、今僕はもうちょっとでもお金欲しい時期なの で、 で合計で450万。じゃあ、はい、売ります全然売ります、はい、どっかのいいチーム紹介してあげてください。はい、もちろんです。では、じゃあ倉敷さんのリベリー選手、ちょっと待ってくださいね。リベリーをどうしようかな。あ、問題の九段のリベリーですね。はい、九段の、はい、そろそろ反省したんではないかなっていう気もしないではないんですけども、痩せたんじゃないですか。そうですよね、うん、リベリーどうしようかな。リベリー選手、リベリーちょっと高いですね。ランクリベリーは、はい、売ります。お、売られました。はい、リベリー選手の最低移籍金は660万マコ。あら、はい、それでも大きいな。そうなんですよね、結構ねえ、お金になりました。お金になったね。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。リベリー頑張ってね。さあ、そして下田さん、はい、ソサとカイト、はい、売ります。はい、そう、みんな結構そう、人いなくなっちゃったので俺でも買わなきゃいけないんだ。そう、僕もちょっとね、考えなきゃいけないですね、そこは。ソサの最低移籍金は480万、はい、でカイトは120万ということで、安っ、600万マコ。はい、それでも600万マコやで。そうですね、結構足しになります。足しになる。はい、失
礼いたします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。そうか、じゃあはい、みんななんかリアルなお金の計算になってますよね。本当ですよ、本当ですよ。さあ、それではじゃあこれは4日目ですね。はいよ、4日目はいよ、無事に終わりました。はい続いては5日目になります。よっしゃー。